加減にしなさいよね。合成獣どもを相手に躊躇がない。集落のものではないようだな。あんたが黒幕ね。集落の人たちを脅してるんでしょ。人聞きの悪い。集落の者どもはただ知っているだけだよ。ここの合成獣たちが元は奴らの家族であったことをな。え、嘘。じゃあ私は。合成獣は素材が寛容。あの集落は我らの実験場であり、旅の戦士を捕らえる釣り絵でもあるのだよ。だから関るなって。なんだ、貴様も戦う覚悟ができていなかったのか。まあいい、一人前の女戦士ともなれば使い道はいくらでもあろう。そうだ、私は戦うっていうことがどういうことか分かってなかった。それなのに祖国を守るとか一人前に認められたいとか、私は子供だったんだってやっと気づいた。そして気づいた時には遅すぎた。